先月、宮城野区の住宅で92歳の男性が死亡しているのが見つかった事件で、警察は男性の長男を殺害の疑いで逮捕しました。この事件は先月28日、宮城野区鶴ヶ谷4丁目の住宅の茶の間で、この家に住む無職の庄司隆さんが亡くなっているのを訪ねてきた娘らが見つけたものです。警察は今日、庄司さんの首を絞めて殺害したとして、同居している庄司さんの長男で無職の進容疑者を殺人の疑いで逮捕しました。庄司さんの娘らが訪ねてきた時、進容疑者は隣の部屋で首から血を流した状態で見つかり、病院で治療を受けていました。近くには刃物があったということです。警察の調べに対し進容疑者は、間違いありませんと容疑を認めています。